こんばんは、カズヤです 新忍者が始まってから、インデックスファンドの積み立て投資をする人がとても増えましたよね。毎月定額、例えば1万円とか3万円とか、まあ、できる人は10万円とかえ、そういう金額を日経平均とかアメリカの S&P500、もしくは全世界株式、まあ、オールカントリーと呼ばれるような指標に連動する投資信託を買っていくっていう手法ですね。この投資って本当に良くて、もうほぼね、何も考えなくていいんですよ。個別株だと毎日… 上がってんのかな下がってるのかなとかっていうその値動きが気になってしまうと思うんですがまあ指標に連動しているものだと。 まあなんか全体がなんとなく上がったらまあその資産も増えていくっていうそんな感じですよ個別株だと日経平均は上がってるのに自分の持ってる株は下がっちゃったみたいなことも結構ありますからね日経平均だったら日本の経済えー、オールカントリーというかまあその S&P500 とかだったらアメリカの経済が伸びていったらまあ、自分の資産も増えていくとそういうことですよ新 NISA におけるインデックス投資自体は一般的なんですけどただそのインデックス投資やる上で何買うかっていう問題もありますよねそこで迷っていた方 結構いいいらっしゃゃるんじゃないかなかと思いますで人気なのはなんといっても全世界株式オールカントリーでらに言うとアメリカの S&P500 この2強なんじゃないでしょうか新 NISA で売れてる銘柄を見るとやっぱりこの2つのものが多いですしなんなら両方買ってるっていう人もいるかもしれませんねで実はですね僕自身も 以前なんですが、特定講座の方で S&P500 とオールカントリー両方買っていたっていう時期がありました。今はもう新規で積み立てはしていないんですが、まあ結構ね、その当時結構な金額を えまあボンと、まあ、ボンていうか、積み立てで買っていて、まあ、今はその買っておらず、まあ、放置しているという状態ですね。大体5年ぐらい前から買い始めてで、コロナ禍で結構金額を増やしていたんですけど、伸び率がね、結構違うんですよね。S&P500、そしてオールカントリー、比べてみると、やっぱ S&P500 の方が強かったです。積み立て投資って、期間が長い方がいいですよね。福利のパワーが生きてきてますから あとは、その、買ってる商品の、まあ、どれだけ伸びるのかというようなものも重要になってきます。それを考えると、まあ、これまでのデータに従うとですね、まあ、S、S&P5001 本でもいいんじゃないかなと、個人的には考えてますね。というか、まあ、よく知られた話ですけれども、全世界株式。 と言っても6割くらいはアメリカ株なんですよだから、アメリカの景気が減速してきたり、アメリカで金融危機が起きたりすると、結局その s p 5 0 0の、まあおそらくその指標に連動するので、それも下がるし、で、オールカントリーもアメリカ株が6割だから、結局ね、落ちるんですよ。リスク分散にそこまで、 なってるのかっていうねしかもアメリカって世界一の経済大国なわけですよねアメリカがもしピンチになってきたらそれはね他の国にも影響出てくるわけですよ日本なんかもろですねなのでオールカントリーは安心って思ってる方いるかもしれないんですけどまあ結局アメリカ次第かなという感じですね僕は旧積みたて NISA 時代から、まあ、この NISA 口座では S&P500 のインデックスファンドだけを買ってきました具体的な商品名で言うと SBI、SBIV S&P500 インデックスファンドというものですね。旧積立 NISA では年間40万円、それを4年間160万円積み立ててきました。今の新 NISA になってからは積立投資枠で毎月10万円積立てをしているというところですね。でですね、先日ついに旧積立 NISA の方は 倍になりましたこんな感じで4年で160万円積み立てたんですがそれが今や320万円を突破しているんですよねでこれは今後も放置する予定なのでまあさらにね増えてくれたら嬉しいこれがオールカントリーだったらここまで伸びてなかったんじゃないかなと思いますいやオールカンもねめちゃくちゃ伸びるんですよ あのここ数年で言うとね、めちゃくちゃ伸びてるんだけど、やっぱり S&P500 に比べるとちょっと落ちますよね。で、さっき、オルカンと S&P500 両方買ってたっていう話しましたよね。それはね、特定構図で買っていたんですが、具体的な商品名で言うと、両方おなじみの、えー、三菱 UFJEMAXSSLIM 米国株式 S&P500 と、三菱 UFJEMAXSSLIM 全世界株式オールカントリーになります。 さっきも触れたように、今、買い付けは、もう新規で買い付けっていうのはストップしてるので、まあ、放置してある状況なんですが、基準価格はアップしてるので、かなり含み益が出ているんですよね。で、ここでもやっぱり、S、S&P500 強いなと思うんですけど、まあ、ちょっと具体的な金額は言わないですが、パーセンテージで言うと、オルカンの方は68.44%上がっています。いや、十分すごいですよね。最初に買ってから、まあね、多分5年ぐらい。 で、これ68、68%とか増えてるので、銀行預金ではありえないぐらいの増え方をしています。ただ、それ以上にすごいのが、S、S&P500 なんですよね。なんと 93.、93.7%も上がっています。もう倍に近いですよ。僕は両方買った上で、数年寝かせて、こういう結果が出てるということなので、 もちろん、今後、不況とか暴落とかあるかもしれないんですけど、まあ、僕は S&P500 だけをね、買っていこうかなと考えています。やっぱりアメリカ強いですよね。ネット時代になって、よりアメリカの強さっていうのをみんな痛感しているんじゃないかと思います。起業家が生まれやすい環境にあって、で、アメリカ人ってめちゃくちゃ金使うじゃないですか。この前紹介したあの、ね、ピート・ハリソンさんみたいな人って多分今もめちゃくちゃいるだろうし。あとやっぱ移民ですよね。まあ、移民ってね、結構問題視もされるし、なんかちょっとこう、貧しい人がたくさん入ってきて、それで圧力 も生まれるるっていうのはあるし、まあ、今ちょっと入りすぎっていうのもあるんですけど結構やっぱアメリカって移民がすすごい企業を作ってますよねイーロン・マスクとかもそうだし移民の2世3世とかもまあ活躍をしていたりしますよねですから風土的に、まあ、やっぱり起業家を生みやすいしこう経済が成長しやすい、まあ、そんな土壌があるのかなと思いますピンチもありますけどねリーマン・ショックのようなことがあって。 でもあれも結局蘇って、それ以上に強い経済になったし、僕はアメリカの成長性に、さ、ま、ら、あ、なる成長っていうものにかけたいなと思いますよ。あと個別株については今後日本株をどんどん買っていこうかなと考えています。ですから日米の未来を信じて、そこに金銭的にポジション取っていこうと、まあ、そんな感じです。今日米関係はとても深いものになっていますよね。懸案も確かにあるんですが、まあ、中国っていう存在が今脅威としてありますので、 まあこういう時代において結構日本っていいポジションにいるのかなと思います今後もやっぱり日米の未来を信じて投資信託では S&P500 個別株では日本株を、えー、ビシビシ買っていこうかなとそんな感じですよね特に NISA の成長投資枠で日本株をね買っていくという流れになると思うんですが これもあの効率性考えるんだったら、全部 S&P500 とかにやった方がいいとは思います。ただ、配当だったりとか、まあ、あと株の優待体とか、そういうものも個人的には楽しみたいなと思ってますし、まあ、日本企業もどんどん伸びてほしいなと思いますので、まあ、やっぱりね、株買っていくと。 いうことですよで最後にまとめなんですがあの僕は自分で両方買った上でやっぱ S&P500 の方がいいなと思ったんですけど両方買うってうのも別にいいですからね投資って不安が絶対付きまとうものなんですよだからその一択 で、なんか暴落しちゃったらどうしようみたいなのを考えて、やっぱりその2つ、そのオールカントリーとか持ってると安心だなって思うんだったら、それはそれでいいと思うし、各々の,ののスタイルで全然いいですからね。なんか誰かに強制されてやるようなもんでもないですし、まあ自己責任ですからね。ただ僕は両方買った上で、数年寝かせた上で、結局 S&P500 がいいじゃんっていう結論になったので、まあそういう情報共有でした。ということで今回は以上です。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。さあ、今日もポコちゃんが。 ベベビーベッドを占領しています完全にポコちゃんベッドですね快適かなポコちゃん赤ちゃん来たら譲ってよ快適だねポコちゃんサイズ目がクリクリで